どうも皆さんこんばんは。ホームランド魔王と勇者の物語、今日も読み進めていきたいと思います。前回はですね、洞窟をツルハシで掘り進めてですね、オアシスを出現させたんですけれども、出現させたと同時にですね、綺麗なキラキラとしたこの人にね、聞いたらわかるんですけど、砂漠にキラキラした流れが見える。この流れに沿っていくときっと魔導士の遺跡に行けるんだと思うので目指していこうと思います。さて出発したいんですが、遺跡はなんとなく恐ろしいので、この砂漠の敵と戦ってレベルを少し上げてから行きたいなと思いますので、ここからちょっと動画的にはワープって感じになるかなと思うんですけど、ある程度レベルが上がったところからまた動画では再スタートってことになります。えい、ないですけど強いな。うわ、えい、よし。でこっちですか。あ、ここじゃないかな。ここだ。わあ、あー、ここね。ここはね、いいものもたくさん確かあった場所なので、くまなく探します。闇戦士、うわ強いんだろうな。ひゃひゃ、もう魔法使いやだよね。違う違う、痛い。あ、なんだ、夜の、あ、なんだ、夜のお守りか。買っちゃったんだけど。銀の雫。なんだそれ。なんか次々出すのはやめてくださる。ちょっと。これはちょっとどうしたらいいの。いい、もう。いいです。ルキ君が復活してくれるよね。よし、これで OK。ありがとね。何かな？万能薬だ。日差しの導き。なるほどね。ここは通れないし、ここ行かれないから、ここはもうこれで行き止まりなんだね。あ、こっち行けるのか。よし。えい、これなんだろう。ハイテクシールド。ハイテクシールドですよ。おお、もちろん装備です。学びナイフを見つけた。学びナイフ。学びナイフとは何ぞ。2階ですね。ここはまた全然わからないんだけど、てか忘れちゃってますよね。どこに、うひゃひゃひゃ、これはこれはいかんでしょう、いくらなんでも。これはちょっとまずいよね。敵が来すぎでしょこれ。どうしようもできないよ、これだけいるんだよ。ルキ君ダメなんだもん。困ったな。復活の石か。これはちょっと。にならんよ君。うわ、
ああ心に勇気がある。よし、あ、レベルが上がった。見てろか、なんだろう。よし、それでビッグハンマー。ビッグハンマーとはどんなの。パウシールドとはビヨンと、ダメージを受けるとパウが増える不思議な盾。さらばじゃ。よし、えい。あ、なんかピコピコハンマーみたいなの持ってる。あの魔法使いをなんとかしないといけないんだよね。金縛りだ、これはきつい。うひゃひゃ。何にも。でもピヘナダメだよ、意味がないし、やり過ごすしかないか。ああ。そっか、どうしよう。復活の石？ルキ君が大変なことになっているんじゃないの？どうしたらいいの？これはだってどうしようもできないよね。パウヤンの種を使って。あー、ダメだ。気がつか、もっと早く気づけばよかった。どうしよう。だって57しかないし、あ、ていうかもう呪文が唱えられないよね、気絶してるんだからね。あー、またやり直すんだよ。心に勇気がある限り、いや頑張りますけどね。もう嫌だ、やれやれだな。どうしよう、レベルばっかり上がっていくんですが、でもダメなんだよね。どういうことよ、もうちょっと気持ちがううって感じなので、ちょっと寄り道します。とですね、魔物が町に現れたって言ってたので、町がどうなっちゃったのかちょっと見てこようかなと思うんですよね。あ、レベルが上がった。おお、なんかかっこいい。いいとこで映画止まったな。ギガズナ。あ、ピコピコハンマーだ、やっぱり。かわいい。よし。どうなってるでしょうか。ん？これは。わーわー、大変なことになってるの。あ。あれ？全然、眼中にないって感じ。ちょっとね、ちょっと、あ、いた。やめてよ。ひどいわ、ひどい。ちょっと、もしもし。古い文献によると、魔導士たちは神殿で魔物を操ったらしい。まさかこれは魔導士の。えいや、だから私を攻撃しないで。全然無視なんですけど、この人さっき酒場にいた人かな。あ、やっぱりこいつら何なんだ。はあ、かっこいいな。アゼロさんかっこいいよね。なんかいいな、かっこいいな。もしもし。ひどい。まあいいや。みんなは逃げちゃったんだよね。留守だよね。みんな逃げて、逃げ遅れた人とかいないのかな。留守ここは、あ、誰かいるの。あれ、
あわわわモンバ、どうしようどうしようどうしたの、どうしようじゃなくて、え、どうして、どうしようじゃなくて逃げ遅れたの、一緒に行こうよ。え、そんな連れてってあげるのに、まあいいか。ここは、あ、ここも誰か残ってんの、もしもし、幼き王は大丈夫であろうか、王だけは何としても救わねばならぬ、ユオン頼むぞ。幼き王、幼き王は大丈夫であろうか、王だけは何としても救わねばならぬ、ユオン頼むぞ。あ、ここへ来る途中で町から逃げてきたっていう人たちがいた場所がありましたよね。あそこに親子っぽくない2人がいたじゃないですか。あの人がもしかして王様なんじゃないの、私王子かなと思ったんだけど、若き王って言ってるから王様なんだ。ってことは大丈夫ですよ、もしそうだとすればちゃんと逃げられてますから、安全なところにいますので大丈夫なはずと思うんだけどなあそこまで魔物が来てたら分かんないですけどね、うん、で合ってますよね、きっとあの人王様なんだ、うん、です、です、うがうがうおー、バルクは俺が守る一人で頑張ってもしょうがないんだよ、私も戦えないんだよね、もう押してみよっか、押せない、うーん、全然無視なんだけど、ジーク、く、まさかこんなことが、そりゃペルセルカ、畜生、パロモの話が本当だってのか、本当だったってのか、いや本当だったんだよ、まったく言うこと聞かないからこんなことになっちゃうんだよね、ちょっとごめんなさいね、通してくださいねって邪魔しまくりなんだけど、ランス、パロモの言ってたことどうやら本当らしい、うらーって、うらうらうら、よし、ユオン、かっこいいね、できるだけ城から遠ざけるの、うん、みんなもうじゃあ逃げちゃって、あ、武器屋さん開いた、何かこう取れるとか、何か武器が、秘密の武器があるとか、秘密の武、あ、震えてるくっ、なんてこった、俺の目にかなう武器さえあれば、それ言い訳じゃないのね、みんな頑張って戦ってるんだからさつまんないな、もうしっかりしなさいよ、兵隊さんなんだからさ、みんな頑張ってるのに、酒場に、あ、これ飲んだくれの人でしょう、この人、陽気な飲んだくれさん、頭がガウガウする、目もぐるぐるする、飲みすぎだ肝心な時に働けないよ、1人が2人、2人が3人、3人が4人に見え、おえ、やめてよ、吐くのも、たくもうどうしようもないな、ダメだよこんなことじゃ、肝心の時にちっとも役に立たない、まったく、もしもし、ここは絶対通すわけにはいかん、頑張ってね、死なばもろとも、守れば本も、わあかっこいいな、魔導士がいるってこと、ってことは族がいるってことなの、大変なことになっていました、町がね、なっていましたが、私たちは遺跡を目指さねばなりません、ね、もう大丈夫なのかな、
目的地に着く頃にはボロボロになっているんじゃないかとちょっと思ったりするんですけど、余裕で行けるぐらいじゃないともうダメってことだよね。本当に悩んじゃう。さあ2階です。道が覚えているのか。魔法師さんから、魔法師さんのドルイドさんはね、出しすぎでしょう、いろいろ。ちょっと待ってよ。違う。いや、ちょっと。わあ、恐ろしい。ペルキ君がまた気絶してるし。よし、これでいいでしょ。そして、私危ないんだけど。まだか。あ、レベルが上がった。お、32ですね。よし、それで私。手つなぐじゃない。ぷゆでいいか。よし、これで。あ、階段。ちょっと待って。あー、パンもないしな。どうしよう。怖いな、この先。儀式の間？これはちょっと待って行くしかないよね。手つなぎで行ってみようか。よし、こっちなんかあんの？何もないね。うわー、ドキドキする。あ、いたよ。これ本物だよね。よくここが分かったな。追い詰めたよ。さて、それはどうかな。お前はどうして一族の過ちを繰り返そうとするんだ。過ち？繰り返しはしないさ。一族の過ちは願いの箱を使わずして滅びたこと。私は一族の過ちを正そうとしているに過ぎない。そんなことさせない。あくまで私の願いの邪魔をするというわけか。お前が他人の願いや希望を力に変えたとしても、その力絶対に悪用させない。絶対に許すもんか。何度だって邪魔してやるさ。わはははって、願いの谷の番人に入れ知恵でもされたか。ならやつは、願いの番人ルキストはどうだ。願いの尊さを知らねばならぬ者が町や人を壊す、それは許されることか。ああ、そうなんだよね。あの時にすごく思ったことなんだよね。許されるはずないさ。だからルキストは消えた。笑ってるし、どうやらその時は近いようだ。願いや希望のすべてが光あふれるものと信じているのか。お前たちが事実を知りながら目をそらし耳を塞ぐ。なぜか、願いや希望に潜む闇に気づかぬふりをしたいからではないか。そうしなければ
立ちどころに願いや希望のすべてが闇に染まってしまう。そのことに怯えているのではないか。だがもう我慢することはない。私が願いや希望のすべてを闇に染め、世界を支配してやる。その上で願うがいい。闇に染まった願いを、希望を。違う。願いや希望が力に変わるのは、それが光だからとか闇だからとか、そんな理由じゃない。そうだよね、うん、願いや希望を力に変えるもの、それは、え、なんだか大変なことになってるんですが、残念だよ。あ、君たちと喜びを分かち合ってみたかった。だがそれは無理らしい。ママ、さようなら。愚かな人の声。頑張りゾウと戦うのか。